おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。今日はクリスマスイブを一緒に弾いてみよう企画を第2弾でやっていきたいと思います。第2回目ということで、今日は楽譜を見て歌うことっていうのと、必要な弓番号を書いてみようっていうのと、弓のアップダウンについて一緒にやっていきたいと思います。まず一番最初に、曲を弾く上で、とても大切なことなんですけど、楽譜を見ながら歌うっていうのはすっごい大事です。やっぱり楽譜を見て歌うことによって、ちゃんと自分が理解して弾く時にもやりやすくなっていくので、楽譜を見ながらまずは歌ってみましょう。そして次にやること、指番号を書いていきましょう。で、これは全部の指番号を書いてしまうと、もちろんいいんですけど、書かない方が上達が早いと思います。なので必要なところだけ指番号を書いていきましょう。例えば練習用資料があるんですけど、こういう4って書いてるじゃないですか。で、ここのラーとこのラ一緒ですよね、音は。だけどこの時は0で、この時は4の方がいいかなって思って、こうやって書いてみました。なんでこの指が4にしたかっていうと、0の指の方がちょっと現実的な音というか、開放弦なので音色をそこまでつけられないんですよね。なんだけど4の方が音色をつけることができる。例えばビブラートとかもできるので、なので、ここの指は4にしましたっていうのと、その後に3なので、4、3ってやると、どっちも泥線になります。なのでここで0をやってしまうと、4がアー線で、3が D 線という風になります。ということは、威厳をしてしまうということになる。なので、なるべくそんなに威厳をしない方がもちろんいいので、4、3で D 線、D 線という風にやった方がいいかなと思って、ここは4にしました。あと例えば指番号っていうより、こうやってこのマークがあるんですけど、このマークの時っていうのはくっつけマークなんですね、このマークは。なので212ってなってるところは指をくっつけるっていう風にやった方がこう頭に入るじゃないですか。なのでこういう風に書いた方がいいよっていう感じですね。今は2箇所って言ってみたんだけど、こう自分でやりやすいね、指を思いついたりとかすると、楽譜に書き込んでっていう風にするといいと思います。人によってはこの音階とかパッセージとか、まあ、指使いっていうのがちょっと覚えにくいなって思う時もあると思うんですよ。なのでまあオリジナルのねやつを自分なりに考えてやるのもいいと思うし、弾きにくいところは覚えるために書くのもいいと思います。そして次の、弓のアップダウン書いていこうなんだけど、一番最初にアップから始めるかダウンから始めるかとかも結構大事だと思います。私はダウンから、まあダウンの方がやりやすいですよね。なのでこれがダウンで、これがアップの文字なんだけど、こういう風に書いていきます。そしてこうやって休符があった後、また新しく始まるところとかにも最初に何から始まるかを書くといいです。私はダウンにしました。で、この次のフレーズは一緒、こういう8分休符があってタタタタのところなんだけど、こういう感じになっている時はアップから始まる方がいい時が多いです。もちろん必ずしもではないんだけどね。
ということはこっちもアップ始まりがいいかなと思います。指がこういう風に隣り合う時にはさっき言ったこのねマークをね使うといいと思う。そんな感じかな。これも指番号と一緒で、あんまりこう全部の音をね全部全部全部書いてしまうよりは、まあ必要なところだけダウンとアップを書いていくのがいいかなと思います。最後の例えばエンディング、練習資料を見てもらったら分かると思うんだけど、エンディングって書いてるところはもちろんこれも自由なので何でもいいですけど、まあこんな感じでダウンアップダウン、こういう感じかなでいいと思います。ということで今日は、楽譜を見ながら歌うことが大切っていうことと、必要な指番号を書いていこうっていうのと、弓のアップダウンについてお話をしました。こうやって、まあ、指番号と弓のアップダウンについては、まあ、全て書かないっていうのも一つポイントにはなると思います。全部書いちゃったらやっぱり逆に見にくいのもあるのでね。じゃあ次はいよいよ、一緒に弾いてみながら練習をしていきましょう。ということでバイバーイ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。私はバイオリン講師としても活動しております。オンラインレッスンも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。詳しくは無料相談を行っていますので、概要欄にあるウェブサイトよりお問い合わせください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。